それでは続きまして K 北関東ブロックの単独候補でございます塩川哲也さんをご紹介いたします。塩川さんは環境委員としてこの指定廃棄物の処分場の問題につきまして環境省を鋭く詰め寄りました。そしてあそこが全く適していない、そのことがまさにこの追及で明らかになったわけであります。今後とも何としてもこの指定廃棄物の問題で国会で追及していただくためにも塩川さん何としても落とすことはできません。それでは早速塩川さんをご紹介いたします。お近くの皆さん、役場にお勤めの皆さん、こんにちは。日本共産党前衆議院議員比例代表候補の塩川哲也でございます。いよいよ次の日曜日が衆議院総選挙の投票日、皆さんの大きなご支援、政党の名前を書く比例代表選挙では日本共産党への大きなご支援をお寄せください。そしてここ栃木2区におきましては、私たち市民と野党の共闘の共同の候補者であります福田昭夫候補、ぜひとも引き続き国会に送っていただきますようにお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私塩川哲也はこの間この塩谷町における環境省が計画をしている放射性指定廃棄物最終処分場建設計画、これはあまりにもひどい計画だ、この思いで現地にも駆けつけ三方町長のお話も伺って国会でも取り上げてまいりました。皆さん、この最終処分場の建設計画は環境省の基準に照らしても建設候補地は適地とは全く言えないということが明らかとなってきたんじゃないでしょうか。大体土石流危険渓流という場所は適地ではないと自ら環境省が言っている。それは現地に人家がないから対象にならないだけであって、その形状地質、まさに土石流の危険渓流の当たる場所だということもまた明らかなことではないでしょうか。そして現地が洪水の氾濫地域だということもまた環境省自身が認めていたではありませんか。ここにも自ら決めた環境省の基準に照らしても現地は建設候補地としてふさわしくないということは明らか。この立場で環境省はこの計画を撤回をすべき、このことを改めて強く求めていきたいと思います。またこの問題に関わって放射性指定廃棄物の一時保管場所と栃木の県内にも複数の箇所存在をする。塩谷町においては鬼怒川の河川敷に置かれております。この問題についてもこの間複数の箇所にわたる一時保管場所、この状態が当面続くようであれば現地の保管の強化策を取る必要がある、このこともまた環境省が提案をし実証しているところではありませんか。こんなところがさまざまな災害のリスクが発生する場所になっている、こういった場所について地元自治体の要望を受けて保管強化策を取る、これを言っているのは環境省であります。そして実際に茨城県内での一時保管場所においては保管強化策が取られてきたではありませんか。それなのにこの栃木県の塩谷町におけるあの河川敷の保管場所についていまだに環境省が何ら具体的な対策を示そうとしないのは一体どういうことなのか。自ら決めた仕組みに照らしてもこれを放置をすることは国の責任としてあまりにも無責任ではないでしょうか。皆さん、こういう今の安倍自公政権の在り方そのものが問われているとき、最終処分場の建設計画、住民が合意がない、こういう計画はきっぱりと撤回をしていく、このことを強く求めてこの総選挙でも訴えていきたいと思います。そしてそのためにもこの問題でも一緒に取り組んでまいりました福田昭夫候補、
ぜひ引き続き国会で働かせていただきますように、皆さんのお力をお貸しください。今度の総選挙、5年間の安倍政権が問われる選挙であります。安倍さんがこの5年間やってきたことは何か。憲法を壊す法律ばかり作ってきた。秘密保護法、安保法制戦争法、そして共謀罪法、こんな憲法を壊す政治を行ってきた。だから国民の声にも耳を傾けない。あのオール沖縄での米軍新基地建設反対、この声を押し潰す基地建設強行、断じて許すことはできません。こんな国民の声に耳を貸さない政治、その一方で耳を傾けているごく一部の人がいるというのが今の政治。安倍首相夫妻のお友達のためには特別扱いを行うという国政の私物化が森友加計学園疑惑ではっきりとしてきたではありませんか。国民の皆さん7割8割の方が納得がいかない、説明不足だと言っている。それもそのはずで、肝心要のキーパーソンである加計高太郎さん、安倍昭恵さん、一言も公の場で発言をしていないではありませんか。だからこそ野党は一致して臨時国会を開いて、この二人にも国会に出てきてもらって、承認喚問にも応じて事実をしっかりと訴えてもらう、このことを求めて開いたにもかかわらず、その臨時国会の冒頭で疑惑隠しの解散を行ってしまったのが安倍首相ではありませんか。これは安倍首相が自ら疑惑を晴らすことができないと認めているということではありませんか。こんな民意を無視し、憲法を壊し、国政を私物化をする安倍自公政権にはきっぱりとした退場の審判を下していこうではございませんか。皆さんの日本共産党へのご支援を心よりお願いを申し上げます。日本共産党は今度の総選挙で安倍9条改憲阻止、どんな問題も軍事によらず対応を通じた外交努力によって解決するために全力を尽くす決意です。あの北朝鮮のミサイル発射、核実験、とんでもない、こんな暴挙をしっかりと改めさせるために、国際社会が力を合わせて経済制裁強化と一体に、対話を通じた外交努力による紛争のために力を尽くす時です。それなのに安倍首相は必要なのは対話ではない圧力だと、圧力一辺倒を繰り返し、トランプ大統領の全ての選択肢がテーブルの上に乗っている、この立場を一貫して支持すると述べたのが安倍首相です。これは米軍による先制攻撃を含む軍事力行使を容認する立場、まさに軍事衝突を煽るかのような立場は断じて認めることができません。今必要なのはアメリカと北朝鮮と直接対話を通じて紛争を解決をする、この立場で日本政府が力を尽くすこと、日本共産党はそのために全力を挙げて頑張ります。安倍首相の9条改憲論は自衛隊を憲法に書き込むだけだ、こんなことを言いますが、そんなことが行われれば、あの憲法違反の安保法制戦争法を追認することになり、何よりも自衛隊の海外派兵の歯止めとなってきた憲法9条2項を保護にすることにつながります。皆さん、殺し殺される、そんな自衛隊に決して行わせない、そのためにも安倍首相の9条改憲断固阻止をする、その皆さんの一票を日本共産党にお寄せください。反戦平和95年貫く日本共産党を大きく伸ばしていただいて、憲法が本当に生きる日本の政治実現をしていこうではございませんか。日本共産党は消費税の 10% 増税中止、99% の国民の皆さんの暮らしを応援をする、一握りの
大企業や富裕層だけ応援のアベノミクスをきっぱりと改めさせます。皆さん、日本共産党が消費税 10% 増税について凍結でもなく先送りでもなく中止とはっきりと訴えることができるのは、しっかりとした社会保障などの財源を求める税金の集め方の改革を示している党だからです。それは庶民に重くのしかかる消費税ではなくて、儲けを上げている大企業や富裕層に応分の税の負担をしてもらう、これこそ今行うべき税制の在り方。この点でも、この4年間経常利益 1.5 倍に増やし、過去最高の大企業、内部留保も過去最高、そんな大企業が中小企業よりも納める法人税の割合が低い、中小企業の実質負担率 19% に対して大企業が 12%、 これを中小企業と同じ税率しっかり納めてもらえば、4兆円の財源が出てくるじゃありませんか。ヨーロッパに比べて金融資産、金融所得への課税の割合が低いのがこの日本です。証券優遇税制、ヨーロッパ並みに改めれば1兆円の財源を作ることが可能です。皆さん、このように中小企業並みの法人税、ヨーロッパ並みの証券優遇税制を正す、こういった取り組みによって5兆円の財源を作れば、消費税の 10% 増税を行わなくても済むではありませんか。所得が減っている庶民の皆さんに消費税増税を決して押し付けない、日本共産党のこの財源のこの道を示す、この日本共産党を大きく伸ばしていただいて、 10% 増税きっぱりと中止に追い込んでいこうではございませんか。皆さん、今度の選挙、原発の再稼働ストップ、原発ゼロの日本実現をしていきましょう。そもそも国民の皆さんの5割6割以上の方は、もう原発はやめよう、この声を上げています。原発再稼働反対が多数の声、それなのになんで未だに原発にしがみついているのか。それは原発利権があるからではありませんか。原発で金儲けを上げてきた電力会社や原発メーカーやメガバンクや大手のゼネコン、こういったところ、原発推進、この立場貫く今の安倍自公政権、それは皆さん、これら大企業から肝付きの企業団体献金を受け取っているのが自民党であり、またこれらの大企業から多額の公明新聞の広告料を受け取っているのが公明党ではありませんか。こんな癒着、今の安倍自公政権、きっぱりと切り替えていくのは、肝付きの企業団体献金一切受け取らない、原発利権と無縁な日本共産党を伸ばしていただくことではないでしょうか。何としても勝たせてください。皆さん、今度の選挙、対決の構図がはっきりしてまいりました。希望の党も小池代表自身が安倍さんの政策と違わない、外交安全保障では自民党と違いがないと認め、原発の再稼働も認めると言っています。これでは安倍自公政権と変わらない応援団でしかありません。市民と野党の共闘が新しい政治の流れを作る大きな力を発揮をしている時であります。この市民と野党の共闘に力を尽くしてきたのが日本共産党です。この野党の候補の一本化のために、全国で67人の候補者の擁立を取り下げました。この栃木に2区におきましても、小池和則さん立候補を取りやめる、それは皆さん、野党が一本化をすることによって安倍自公政権を退場に追い込む、その審判を下そう、そういう市民の声に応えての取り組みであります。日本共産党はどんなことがあっても、この市民と野党の共闘を貫きます。
それはこの共闘が市民に背中を押されて実現をした共闘だからであります。市民の共有財産である野党共闘だからこそしっかりと貫くのが日本共産党です。これは日本共産党の綱領にも、どんな社会の改革においても市民と政党との共同によって一歩一歩改革を進めていく、この立場を一貫して貫いている党だからであります。この日本共産党を大きく伸ばしていただいて、市民と野党の共闘の前進、安倍自公政権退場、その審判を下していこうではございませんか。ぜひとも選挙区におきましては福田昭夫候補、皆さんの力、私たちも全力を挙げて当選のために頑張ります。そして比例代表では日本共産党とお書きいただいて、前回での私塩川哲也と、そして梅村彩子の2人に加えて3人目4人目と増やしていただく、小池和則候補も国会に送っていただくような日本共産党とお書きいただく方、広げに広げていただくこと、心よりお願いを申し上げまして、私前衆議院議員比例代表候補塩川哲也の訴えといたします。ありがとうございました。